おはようございます。速家塾の久保です。昨日もですね、町内会の集まりに行ってきました。結構ね、町内会の集まりって頻繁にあるんですよね。多いというね、本当にね、会社に勤務してるぐらいのペースであるんじゃないかなというふうに感じますけども、うん、まあ、それだけね、町内会というものを通じて、人と人とのつながりを作っていこうというふうな意味なんですけども、町内会がないと、人と人とのつながりができない人の方が問題があるんじゃないかなと私は思いますけどもね、皆さんどう思いますかね。まあ、そこでですね、 私あの、対比するにこういうふうなことを考えています、最近ね、あの花屋龍馬さんっていう人の動画を見て、その中で、っか塾の塾生さんはあの、やっぱりね、30代とか40代、もしくは50代、この辺の方が、YouTube を当たり前のように使って、ですねネットを使っててすごいなと、花屋龍馬さんは28歳と言ってましたけれども、若い人の間でも、あんまり YouTube をやってる人はいないんですよと、でましてや、年上になると。 うん、全然 YouTube の湯の字もないというね形で言っておられました、うん、でそう考えるとね確かに速下塾の塾生さんは、まあ、ネットのスキルに触れてる時期は多いなと思いますしもともとですね即下塾っていうのはネットで一山当てたいっていう人の集まりでもありますんで、うんまあ、やってくださるのはね、えー、やってくださるんだろうなと思いますでここで振り返って思うのは、うん、例えばね町内会に行ってメールアドレスすら持ってない人っていうのは当たり前にいるんですよ 連絡をメールうんまあでも皆さんも感じていただきたいのが70代以降の方でメールをやってないっていうのはもうしょうがないよねって感覚があると思うんですけどもよく考えてみるとですねインターネットって、うん、30年ぐらい前に我々の目の前に触れてるわけですよねでインターネットが始まって一番最初にできたものっていうのはメールアドレスだと思うんですよそれが未だに使われてるんですよね そう考えると30年前に70代の方が私たちの,の同じ年代ですね40代ぐらいの時にインターネットってものに手を出さなかったダメージが30年間たってもあるわけなんですよね70代になっていまだにやってないみたいなね30年間どん,どん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 インターネットはやりやすくなってて普及してきて当たり前になってきたんだけども40代の時にやらなかった人っていうのは70代でもやってないんですよ、うん、で最近のことはわからんとかね もう先が短いから新しいことはやらないっていうふうにもう開き直ってしまって頑固になってしまってもう脳内硬直してるんですよね思考硬直うんもう死後硬直みたいなもんですよねこれはまあそういうことを考えると今ね40代の方今やったことは多分70代でも継続してできるんですよでも今やらなかったら70代になってもやってないっていう未来が来てしまうんじゃないかなというふうにこのうにね花屋龍馬さんのおまあ お言葉とそれから町内会に行っての対比でですね感じました、ねまあそう考えていくと70代80代でやってないことできなかったことそういうことがあるっていうことは多分40代あたりからもう尾を引いてるんだろうなと40代でのトライをしなかったこと40代で挑戦しなかったことがずっとその後のうん人生をね狭くしているというふうに私は思いましたけどね、うん、まあということなんでこの動画をご覧になっている方はおそらくですね 何がしかしらのインターネットのスキルをお持ちだと思います SNS をやってみたりとかね Twitter とか Facebook を更新してみたりとかブログを書いてみたり YouTube を使ってみたりとかあると思うんですよ、まあ、だからラッキーじゃないですかラ,ッキーだラッキーだと思いますね、まあ、これからもねあの新しいものにやっぱ恐れをなすんではなくて新しいものこそ挑戦していくという姿勢も大事だと思いますし若者のこ心の理解のためにね10代とか20代の方への理解のために うん、年齢を重ねた人ほど若い人はどんなことを始めているのかなとかねそこに気持ちを合わせるためにも、うん、新しいものを始めてみたらいかがかなと思います TikTok を使い倒す70代80代なんて結構粋じゃないですか、まあ、そういうふうに私は考えてますけどねで本日の放送は以上です